Hey yo, ケンツマッシュです。今日ね、ってくるんですけど、今日はですね、こちらのジャイガンスって久しぶりに言ったな。ジャイプリンスですね。ジャイプリンスデッキなんですけど、このデッキね、何これと思ったでしょ。一番最初に爆流行りした最強デッキだったんですよ。もう4年前、5年前とかかな。エリポンが5コスだった時代に、もうこのデッキが超強くて、ジャイガンスって言われてましたね。このプリンスの、ね、こう武器がね、まあ、この時大人も多かったからね、なんかちょっと名前のネーミングもかっこよかったで、言ったところで、マジでこういうデッキでした。で、見てみれば、縦線強いし、ジャイも強いし、まあ、ここの3枚が怪しいぐらいだけど、まあ、アイスピンもね、最近強化されてたので、やっていこうと思います。まあ、エリポン立てまくって、まあ、タイブレーカーも見つつみたいな感じかな。ちょっとね、やっていこうと思います。まあ、枯渇デッキとか苦しそう。頑張りましょうか、これ。結構ね、自信ありますね、これは。今になったら強いんじゃねシリーズは結構あると思うんだよね。昔のデッキをこう今風にリメイクしたりだとか、1枚チャンピオンを加えるだけでとかっていうのがあるんだけど、いや、最近動画撮ってたものがさ、本当にチャンピオン必須なん、どうするっていう。14レベルからチャンピオン使えるじゃん。で、最初は、チャンピオンが14レベルから使えるから、チャンピオンを見たい人が YouTube を見るきっかけになるって言った部分で、まあ、チャンピオンを目指して、チャンピオンが手に入るこうトロフィーで目指して YouTube を見ながら、こう、クラロワ頑張っていくみたいな、こう流れになるかなと思ったけど、チャンピオン出てたら、まあ結構渋ない。見るの。まあおもろいから見るとかもあると思うけど、なかなかに、難しいよね。この YouTube で紹介されるトロ隊とかと、やっぱ自分のトロフィー隊での環境とか違うからね。まあ、だから格上狩り道とかの需要があったりとかすると思うんだけど、いつかね、こう、チャンピオンなし道とかもやってみたいですね。こう、自分の、なんか納得いくぐらいまで、こう、クラロワの感覚とか戻ってきたら、サブアカウントとかちょっと育てて、チャンピオンなし道とかね。やってみたいなっていうのはね、ちょっとこう、一つあるんですが、エリポン回しに行きましょうか。はい。縦の戦士も切っちゃいます。あー、なるほどね。これワンチャンポイズンでもいいんだけど、逆サイ来たら、ジャイで継ぎます。はい、アイスピで処理して、一応ここもうエリポンですね。ザッピーがすごいことになってるわ。まあジャイでこっち釣りつつ、まあそうだよね、そうなるのは分かってた。ポイズン出します。いや、やばいな、これ。ちょっと待てよ。はい。どうする？まあ、ポイズン打つ。マザネク痛い。しゃあない。デッキがやばすぎてどうしようかな。いや、エリポン置いたところなんだよね。まあ、置きましょうか。ちょっと強気に。こうかな。で、エリポン置いてあげて、終盤か。よいしょ。スパーキーそっち来る。で、ポイズン打つ。ザップ！オッケー。あー、そいつがやべえ。あ、でも、ジャイがへばりついてるから、許せそう。棒っぽいだなこれ。
はい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 。はい。うん。いや、いい。うわーって。なんでこんな入ってんの？溶けろ。いやー。あ、でも、いっか。時間的に、いい感じに、いけそうじゃね？あ、いい、いい。待って、時間。頼む、じゃあ一発。バカ。バカ、ほんとにもう。何してんだ、ほんとに。この野郎は。いや、でも、あります、これ。可能性しかないです。え、途中何段のダメージ入ってた？え、なんでだろう。なんか、多分、スケキンが、俺のジャイを盾にぶん殴ってたよな。巨助の爆弾入ってないやつだから、多分スケキンの範囲攻撃悪さしたな。ジャイもっと高めだったな。勝てた試合でしたね、今の。まあ、てな感じで結構熱いんですよ、このデッキが。雰囲気。なので使っていこうと思います。ザップ打って、まあ、縦の戦士出して、エイポン出したさはあるけど、あー、これマジね、新エタ力だよね。渋すぎて、やばい。うん。ぽっぽいしたけど、矢の飴があんのかな？試してみましょう。これプリンスで受けないとダメか。はい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 。縦線切っちゃいましょうか。あー、矢の雨ないね。いやー、これなー、マジで新鋭隊がやばいわ。いやー、新枝で蓋されて終わるんだよな、これどう考えても。うん、まだがまあポイズンで先にびしょびしょにしとく。あー、縦線出して、いやー、新鋭隊がいて、まあポンポ置くよね。で、まあ多分ファイブ来る。これは血剤です。あえて勇気の。で、もう攻めっぽいで溶かしに行くしかない。はい。OK。だったら、まあ。もう一回同じことやるだけですね。徐々に俺のペースに。ライフグ出てこねえ。はい。ポイズン出して、はい。あー、なるほどね。やばいやつだ、これ。ちょっと待って、縦線が。間に合って。プリンスが実はどついてる。ナイスー！あ、ナイスナイスー！熱い。いや、これはいいですね。相手新鋭、でロイホグいたよね。うん、さすがに。びっくりした。さあ、よろしく。いや、結構歩くないこれ。まあ、ポイザップってのがちょっと怪しさはあるんだけど。まあでも、ファイブウッドとかよりかは、まあワンチャンある。まあ問題はエレジャイだよね、ぶっちゃけ。すべての問題。まあただ、もうエレジャイだろうがなんだろうがいきます。
ごめんなさい皆さん、負けました。いやーきついな。まあライトニング使ってくれたのがシーテボイシーぐらい。うわ今のさー、まあ難しいんだよな。メガゴインドラで溶かされてもな、結局前出てくるから、まあジャイガを使ったぐらいかな、反省点ぐらいでいくと。いやーエリポン置いて縦線で、オッケーオッケーオッケー、いい受けですねこれは。お謎ボンバー、まあでも一発やるから、一回相手からしたら。いやーライトニングかー、防衛。まあ、やげちゃい多分間に合いはしない。それがやべえなー。でもこれもうゴルナイバグじゃんって愚痴言うと、でもそれはもう一マス高みに出してたら解決しましたよねみたいななる。これライトニングクソ弱点だな。とりあえず、うわ、ポイズンいかなかったな。いやー、このエレジャイ守っても無駄すぎてやばい。まあ、ライトニング打ってますよね、これは。ただ、いや、ワンチャンあるならエリポンですか？はい、はいはいはい、ギリ守れそう。こっちか、結構熱いだろうなこれ。どっち？いやーあったなこれ。ありましたこれあったな今の。いや難しいとこだ、最後どっちがどんだけ残るのか分かんねえしな。いやでもマジである、これ結構いい線いくわ。最後の相手の真ん中ゴルナイは、いやまあわかるんだけど、俺的にはもう折り切りと思ってたからね。ライトニング、いやーザップ切りたくなさすぎてやべ。縦線余しとく。うん、ケツじゃいきましょう。思ったよりやれるんだよねこのデッキが。これメガゴだけ出して突破する気あんまない感じでいきましょう。墓石切ってて、どうせそうなんだよね、もうこれに処刑されるだけだから、これでちょっといい感じの11交換。残念、全部失いました。まあ左も守れたかなって感じだけど、これ終わったな普通に。勝てんわ。あでもこう追い抱きでおしまい説ある。うん、ジジです。はい、グッドゲーム。なあこれ今の無理だな。いやワンパンで、ワンパンで持ってかれた。
いや、守りでプリンス出しても、スケキンの蓋が、正直もう、積んでるな。いやー、ちょっとずつ時代のやっぱりあれが感じられるね。はい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 。いやー、ゴールない。いや、ここね、リポン行かねえと。結局勝てん。はいはい。いやー、ここもねー、こうか。アイスピ出して飛んでもらってから、ここは一旦ザップ分も節約して、はい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 、縦線もつけて攻めちゃいます。エゲジェ受け、これは結構美味しいと思ってて、多分全然美味しくねえわこれ。棒っぽい、あ、まあこれいっか。うーん、エゲジェイ多いな。いや、一回は勝ちてえな、エゲジェイに。まあライトニング打たれるからすぐ置いて、ライトニングダム打つから来い。おい、お、どう、エリクサー相手ないんちゃう。うわー、これはめちゃめちゃいいあれだったね。こうか。ちょっと今なチャンスではある。ここチャンスだね。ジャイメガゴで、ジャイメガゴ出します。そう、こいつがねマジで無敵なんだよね、このエレジェ受けが。はい、ちょっと攻撃して、ナイス。エリポン受けです、これは。勇気の、うん、いや、まあ余裕で出すだろう、エレジェ、これこっちに。うん、はい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 。いやー、結局これがな、短期で突っ込むしかねえか。こっちだけターゲット変えて、熱そう。ポイズンでじわ、消えろ、熱い、いけ、押し込め。あー、いっただろこれなあ。いやー、これマジ勝てんのでかすぎるわ、エレジェイに。プリンスの出すタイミングだね。を、ちょっとコツつかめばいけそう。理解。理解しました。もうラスト1投終わりましょう。いやー、やっぱエギポンに突っ込んでくるタイミングの、なんかユニット出した後の、プリンス。はい。ヒースピね。ザップを、エリポンクリスト、スパーキーか、これ相手。うわー、スパーキーっぽいなー、これ。どうする？スパーキーしか考えられなくない？スケブと。もう、ポイズン打っちゃいましょう。スケブ来る読みとかで。で、これは、一旦、受け入れて、うん、受け入れます、これは。ここで、完璧に守るプランでいきましょう。ジャイ切ってて、まあ、考えられるとしたら、ガゴムレとか。お、辛そう、相手。はい、エリポーン。いや、これが強いよね。このジャイで、なおかつエリポンがあるっていう。
ワンチャンの復権あるかこれ。で、まあ多分スパーキー防衛とかかな。ジャイ出して縦線まで行きますこれ。結構相手も苦しそう。ザップー。オッケー。入る。いや、これなんですよね。で、これキングまで行く火力なんだよ。で、ちょっと待って、すぐエリポンみたいな。ああ、エリポン読まれました、これは。え、ちょ、もう一試合行っていい？気持ちよすぎるわ、これ。このデッキやばい。なんか、エレジェに勝った時が一番シール出るもん。ポイズン。だポイザップアイスビー。なんか俺の知ってるクラロワだね。あ、俺が好きなクラロワだ、これ。こういうなんか、まあ、やっぱ時代もあるけどね、解雇中にはなりたくないんですけど、こういうのでいいんだよっていう感じのクラロワのスタイルだよね。でもエリポン嫌いか、みんな。よろしく。どうしようかな。ユーヌか。プリンス出して、アーチャークイーン。いやー、合わせるのしょっぺーけどポイズンだな、これ。はいはいはい。まあ、縦線で受けて、即ポンプだね、これは。はい。OK。ディガーいるか。あー、スパーキー。スパーキー未来湯ね、やばそう。でもなんか、ここは守れそうだな。メガゴが強そうな顔してる。アチャクイいないし。はい。ポイズン出して。これで守り切れそう。いや、いい。ポイズンの判断が早い。いや、もう一回ポンプだね、これ。何来ても守れるから、端前。まあ、ユーの来てもいけそう。はい、ポンプ。で、どうする相手。これ逆サイに来ます、相手。で、あ、で、メガゴ飛ぶ？あ、大丈夫。ジャイで、しこたま殴って。ここだな、ここの防衛マジ大事だな。インドラがいたんだよな。なるほど。プリンス出す。待ってね、こうです、これは。で、プリンス出す。で、こうか。で、相手も攻めるしかない。はい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 。ザップ使う。あ、いい、ジジ気持ちいいな。気持ちよすぎるな、この時、マジで。ということで、はい、ジャイホリ使ってみたんですけど、結構、良かったんじゃないですか。エレジェイにちょっと負けちゃったのが、あれだったけども、はい、ぜひ、皆さん、使ってみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめし、バイバイ、またねー。